新代学者増伝の豊タ豊シ後期26年10月は、新代初期の趣旨学者。河南省、州出身。字は、穴白。号は、K。後に、専用。四号は、文章。民の建国時に軍校を挙げた軍庫の、教育熱心な母親の長子の下で幼少時より、公共などの書物を読んで学んだ。数帝15年。 故郷が理事政の軍に落とされた時、母の命で祖母を連れて避難中であったゆたけは難を逃れたものの、捕らえられた母親は理事政軍を俗軍と罵って殺害される。ゆたけは父と共に石膏省に逃れるが、順次二年新軍が順軍を破ると、故郷に戻って、これに基準して、家挙に応じて生院となる。後に孫基法を師として学び、 その著書である理学修伝を肯定している。順次9年に紳士に挙げられて、初期知事となり、民紙に参加した後に、先制道度を副し霊北道賛成などを歴任した後、父の高齢を理由に一旦帰郷する。後期13年に、河南の儒学者の伝記を修正した落水兵を表す。後期17年に白学工授に挙げられて、 管理員事項に任じられて民主の返纂に復帰して総裁となるとともに李光仮とともに受信として高期定の側に辞した。高期定による整理正義趣旨大前返纂の実際の返纂作業は彼と李光仮によるところが大きかった。後期23年に内閣学士に任じられ続いて高年準部に任じられる。後期十五年に礼部少書 戦時不治に任じられるが彼は、後期帝は改めて後部少書に任じて、これを遺留するが、豊た氏はこれを辞退する。だが、辞退が認められないうちに、病で倒れ61歳で没した。あと、権竜元年に文章の死亡が送られ、同校2年には、孔子病に重視された。豊た氏は、新大初期における朱子学再考を主導し、後期帝からは、 真の道学者と評価された。また、公宗義とも信仰が厚かった。その一方で、陸老その超列らの陽明学排除論にも批判的で死の孫基法とともに、朱子学が空離空論に陥りやすい弊害を戒め、実事実行を重視する陽明学の中でも取るべきところはあり、真の道学確率にはその調和を必要するとした。彼の考えは、 日本の幼名学者、大塩中在の先進動作機にも引用されている。また、実直な人物であり、当時未だに抵抗を続けていた、民の維新に対して反逆者として扱わずに寛容な処分を求めたために弾劾されたとき、豊氏は、元が宗子を返還したときに、文、天章や社宝徳の忠を意味なまなかったし、民が原子を返還したときに、 帝皇霊や巴顔の皇の儀を意味なまなかったと述べて、順次帝から最もな意見であるとして罪を問われなかった。高齢順部などの地方官としては一切の金品を授受,受せず自ら率先して風俗の粛清にあたり、各州など有能で清廉な地方官を配置し、合役、歩行、車窓の制度を再考して荒廃した地域の再興に尽くした。だが、 当時の権力者であった、名玉やその側近への賄賂を拒否したことが後に、追い落とされる原因となった。著書に、落学編、民主校、収氏などがあり、ありがとうございます。